まーちゃんねる、はい、やってまいりました、松井和幸の、まっちゃんねる、なんとなんと、今回ですね、なんで出てきたかと言いますとですね、映画の紹介かというとですね、実はそうじゃないと、皆さん、覚えてますでしょうか、僕がですね、結構バカ作品の中の一つと言ってね、紹介した、ビッグボーイ番長、こちらビッグボーイ番長のですね、監督さんの幕末城からですね、なんと挑戦状が届きまして、嬉しいですということでですね、ビッグボーイメンですね、ビッグボーイなんか番長がメンに変わってですね、なぜどうなってマンになったのか全く分からないんですけれども、私はそちらの撮影があるとでいう話になりましてですね、なんと役まで用意してですね、なんとメールをいただきました。で明日みんなでね行こうということになっていますので、ただちょっと明日朝早いのでね、皆さん遅刻しないようにということで僕は思ってますよということで、なんと役がです、面白かったですね。なんか今回ビッグボーイマンにご協力ありがとうございますみたいな丁寧な文に来るんですよね。で、松井、早速松井さんに渡したい役がありますみたいな、僕が怪人で女優のおっぱいを揉みまくりますのでみたいな、松井さんはそれを殴って止める正義の通行人ですみたいなえっと思って、えどういうことと思って、お前はとりあえず幕末はお前は女優のおっぱいを揉みしだいてるわけだと、でそれを俺がなるほどと、殴るって止める正義の通行人ってお前どんだけ難しい役与えてくれるんだと思ったということで、明日、朝早いですけどみんなと幕末城の、ビッグボーイマンにですねお邪魔していきたいと思いますのでちゃんと来いよみんな、明日9時だな、あ違うわ、明日8時だな1時間前集合っつったら、明日みんな来るんだよ、次こそはね、福島の時に裏切られてるからえ、何？2人しかいねえんだよ2人しかいねえんだよ、おかしいんだよ、最近スタッフの人数が減ってくんだよあの福島の時からあの2人いりゃいいだろみたいになってんだよ、違うんだよ、そう、これを内藤さんと僕だけに任せずにね、明日はもうスタッフ総勢でみんなで和気あいあいと撮ろう、2時間だけだからじゃあみんなで行こうっていうね、まっチャンネル、あこれだ、あ、あれでしょ、これでしょ、え俺飛ぶの、いや、まっチャンネルで行けばいいの、まっ、はい、ということでですね、福島に続きまして、またこちらでもですね、松井和幸がどっかに隠れております、さて皆さんどこにいるかお分かりでしょうかということでですね、答えはこちらです、はい、僕はここにいましたよということでですね、始まりました、ここはですね、東京都光が丘駅はですね、光が丘公園に、来ております。ちょっとね朝が早いんで、ちょっとカミカミですけれども、まあちょっとね、正直やる気がございません、何ですか、僕は昨日約束したな、見てるか、編集の時見てんだろ、ないとお前俺と一緒に行こうってまた言ったよな、スタッフとみんなで行こうねって、最近ちょっとスタッフの人数減ってないかって、またみんなであの時みたいにやろうよって言ってやってたのにさ、今日お前誰だ笑ってるけど、お前すいません、俺はお前あれだな、いつも内藤さんそばでこうやって1、2みたいなことをやってくれて、 AD 春子豆がですね、なんと今回ディレクターとしてカメラを回してるという、さらにねスタッフが春子豆だけなんです。俺黒みでったよ、止めるの俺止める、何俺の勝手に黒、あこれがあれ春子豆クオリティですよ、これちょっとわかるかな、みんなこれとこれ自分の荷物、これ荷物番がいないから自分で持たされちゃってさ、あもう持ってもらえませんかなんて俺が持ってるっていう、タレントが一応五流だけどもタレントが持つことはなかなかないけども、ちょっととりあえず一回聞こうかな、あの内藤何やったの今日、なんで来れなかった、ちょっと松井さんすいません、はい、あの今すごい面白かったんですけど、うん、ちょっと昼あの私の問題で、うん、もう一回今の下り回っていいですか、どの下りだいこれ止めれるんだね、これ止めるよ、おこれを愚かしかったな、これはね、なんだろう、冒頭からもうちょっとなんか雲行き怪しかったよね、一瞬の黒みもビビったよね、あれね、うん、あの前編にわたったんだ、ね、なんであれ黒みがなんで黒みが出んのはい、ということでね、帰ってきました、こちらいつものスタジオの方に、来ましたけれどもね、
撮影から約今2週間ですか。暑かったあそこ、本当に暑かった。たった2人でね、たった2人でということで、まあ今回ですね、そのあらへんができたというのでね、早速僕の方がちょっとチェックしてやろうかっていう風にね、書いてはありますけれどもね、こんなことは今まで一度もなかったんで、ちょっと不穏な空気がありながらあれ何それを見てコメントってどういうことっていうのもねちょっとあるんですけど、なんで当日いなかったなんやなんか子供の世話があるとか言ってたけども、でさあ、いやいや再生してるじゃないんだよ。でさ、最終的にさ春こまめ来てさ、俺見てらんなかったら、新人のね春こまめとね一緒にいつも僕にこうパフみたいなパパパパパってやってくれる女の子よ。その子はねディレクターデビューするってね、ディレクターがもうカメラとか回すって。でもさ初めてさ現場行くのよ一緒にさ。でさカメラもおぼつかないのよ、全ておぼつかないのにさ、ものすげえ荷物一人で持ってさ、なんかあすいません今ちょっとあ松井さんみたいな、あの子だけだよ俺をタレント扱いしてくれるの。ありがとう、ご流タレントでもこんなにタレントで、しかもこれがどっかに行って取られちゃったりとかしちゃったらダメだからさ、持っててくださいって。これ持ってるわけね。うん、内藤は何やったの今日。今日はあの家のことがちょっと。家のこと？お子さんの面倒見てます。お子さんのこと？はい。お子さんのことで来ないの？ちょっと 今、はい、ちょっと今から電話して呼べばが。でも別に病気っていうわけじゃないんでしょ。ちょっとあのはい、なんお子さんってさ、いいか、ディレクターのお子さんはタレントじゃないのか。お前の子供は持たされてるぞ今。いいのかこれで。まあでもそんなこと言っても始まらないからね。今日は春子ちゃんね一緒にやろうね。よろしくお願いします。もう本当ね、君がいなくなったらね、そのうちこの番組やりかねますよ。もうあれだよ、これ全部渡すからマッチン一人取ってきなよとか言ってさ、俺自撮りで来ないのではいどうもですとか言ってやらされることになっちゃうからさ。ということでですね、そろそろ、監督と会う時間なんですけれども、未だ、誰も集まってる様子はございません。もしかしたらですね、僕らがこの集合場所を間違えてるのかもしれない。あ、今お時間大丈夫ですか？あ、サクさんは全然。なんだ、全然いたんだねでもあのよく見たら後ろに物森監督いましたって聞いてる。回しちゃう？あ、今もう回ってます。あ、本当に？さあ、いきなり皆さんびっくりするでしょうけど、まあ、これ撮り直しますけど、なんとさっき、僕が適当に喋ってた後ろで実はもうバグマスさんいました。で今僕新しく聞いたんですけど、多分あのビッグボーイ番長を見た人ほとんどそう思ってたと思うんですけど、俺が勝手にバグマス嬢ってつけたらしくて、本当はクレマツだったらしいんだよねくれるっていう字を俺勝手にバグマツのバグだと思ってたらしくて、すいません額がなくてここで注意されました。クレマツ嬢らしいです本人もずっとクレマツなんだけどなって思ってたんだよね。でも俺が紹介しちゃってるから、幕末でいいんだったら、いや幕末の方がいいよねぶっちゃけね。あれ なんかねクレマツの由来聞いたんだけど、ちょっと2週間前のこと忘れたね。それ当日行ってたの？そう聞いたの聞いたの。なんで撮ってないのそれ？知らない。だって大体回ってるかと思って、俺監督と良かれと思って喋ったら大体撮ってねえの。あれ春子も今撮ってたって言ったら、え何がですかみたいな。なんか自分の撮る予定がないものは撮らないんだなっていうのはその時はちょっと思ったけど、あれ全体そうなのかな。あ、さっきさあそこで撮影してんぜって言ってたやつらが、あーもう待機してた人なんだよ。早速演出が始まりました。松井さんよろしくお願いします。さすがに春コマめちょっとかわいそうだなと思った展開としては、いきなり始まったんだよ。あのね、多分映像ポンってなくなってると思うけど、本当にいきなり始まったの。なんか最初朝の挨拶あるのかなって思って、おはようございますみたいな感じで、早速始めたいんですけどみたいな、待ってみたいな。松井さん、ペッペッ、はい、あ大丈夫ですか今。はい、あの松井さんはどうしましょうかね。これ何でもいいです。松井さん、あのじゃあ脚本家って設定しましょうか。脚本家、脚本家でちょっと今ネタに詰まってなんかこうぼーっと公園歩いてたら、そういう事件が起こって、なんだなんだあれみたいな感じで、なんかちょっと茶化し気分で、なんか俺が最初あの女性のおっぱい、ファーストおっぱい揉んだら、おいあいつおっぱい揉んでるぞみたいな感じでちょっと騒ぎ立ててみましょうか。それがきっかけで周りがザワザワして俺に襲いかかってくるみたいな。
俺、あ、俺がオッパーモンデゾーみたいな脚本家っていうディティールはいるもんじゃなんかちょっと何も持ってないんですよ、だから何も持ってないし、ね、なんかまあ普通に、あ、それで大丈夫ですか、ちょっと観察してみましょうか、ちょっとあので、最終的に一番最後に僕と戦う感じに行きましょう、そしたらちょっといろいろ観察してってそれで最終的にちょっとこう出てくるみたいな、あもうやりすぎだよみたいなお前やりすぎだよ。そうですね。そんな感じ。ワンカットで撮るんでしょ。ワンカットでやると思います。いやー、いつの間にか急に通行人から脚本家に格上げなのか何なのか。ちょっとあの誰がどういう動きをするのか全く分かんないんで。どうしよう。なんでちょっと暗い。そうだね。全然いや気づいてたよ。暗いなって。でもこれさっきからずっと陰ってるけど、なんかでもすごいいじってたよ、ハルコマメ。なんかこうかな、いやちょっとこれ飛んじゃうな、ホワイトバランスみたいな、なんか何やってんのって言った覚えあるもん。じゃいやちょっとあのこっち行っちゃうと明かりがあの入りすぎちゃってっつって、でもここ入ると暗くてっつって、あ本当だなんつって、俺バカみたいに言ってた覚えあるんだけど、まさか俺の顔さえ撮れてないっていうね。どの段取りの時に僕がどこで何をしてるのか全くわからないです。こんなジャズな演出で何ビッグボーイ番長は撮ってた。はい。とりあえずみんなの中では何か合致して、わーいっつって声かけたんだけど。頑張る。意気込みをどうぞ。いやもうちょっととりあえず頑張ります。はい、この撮影なんですけど、一応あの仮で友人の結婚式の、あの結婚式に流す PV 映画っていう形でやってます。いやーやるね、はい、あのそうするといろいろ都合がいいんで、もし何か言われたらあのそういう結婚式の予定ですみたいな感じで言ってもらえば、うまいなって思った。なんか僕たちもさ昔撮ってたじゃない、でやった時ってさ、なんかこうなんか注意されたら、あ、すいませんもうちょいで終わるんでとかさ、あ、すいませんわかりましたときますみたいな感じでさ、ちょっといなくなったかなと思ったらダマで撮るとかさ、自主制作をこう撮ってる人とかだったらちょっとわかるとは思うんですけれども、このね結婚式の二次会の PV っていうのはね、これ非常にうまい。みんな分かってると思うんですけど、これが商業だったらこう許されないわけですよ、君たちとね、商業、まあ、お金がかかってるようなものは全く許されないんですけれども、あのこれがプライベートっていうことになるとですね、これがまあ許される、まあ許されるっていうか撮っていいですよとはならないけど、ああそうなんですかなんていうことにはならないけれども、まあ注意して撮ってねとかそういうふうになるのをすごく分かりやすく、しかも怒られにくく説明した最強の形だなって俺この時思いました。蹴り的なもんは、ドロップキックします。アローキックいきましょう。ドロップキック。ドロップキック。どうする？じゃあ僕も実際受けて吹っ飛ぶような感じにしましょうか。そうする？はい。それで、ダルマさんが転んだ。ドロップキックさ、練習してるんだけどさ、一回も取れてない。嘘でしょ？あれ後半取れたみたいなことでしたよ。チャットだよね。そうでもね、このドロップキックになった理由もね、何か大技をって言われたの。俺ね、すごいやっぱ映画監督によってさ、こんなに変わると思ったの、演出って。意外とあの羽賀慎一郎監督さ、すげえしっかりしてたじゃん。でなんかちょっとなんていうかな、もうああ監督だみたいなさ、なんかこう匂いというかさ、オーラがブンブン来るじゃない。そのあの熱い感じが。で逆にクレマスも熱いんだよね。熱いけどたまにこいつ何言ってんだって普通に思ってた。なんかええごめんみたいな。あめ、しょうがないこれ。これみんなちょっとよく見といてくれよ。ここ大事になるかな。ここ使われるとしたら。このちなみにあの金髪の人がですね、クレマスジョーさん。いやでもこの人しかできなかったろうね、これはすごいよ。ハルコマメ何撮りたかったの、これ。あ、出た出た、瞬き、カメラが瞬きするんだね。
ちゃんと俺をちょっと入れてくれてるのが嬉しいけどさ、カメラの角度ちょっとなんていうの、もうちょっとこっちが揺れずらせばいいのにね。そうなんだよね。ちょあーなるほど。うん、今のもさ別にあれテストなんですよ皆さん。テストなんだよね。そうそうそう。でカメラマンもさすげえラフにさ、みんなも正直な話言います、全員分かんなかった、カメラマンの動き、これ何のテストなんだろうって、動きのテストかと思ったらカメラマンも来てなんかすげえラフにこうやってぐるぐる回るから、ちょっと待って、ね、今カメラどこなんのみたいな感じ、みんな困惑してましたよ。なんかただなんかそのテストなのだからもうちょっとなんていうのかな、撮るアングルを変えれば、さっきも俺がだんだん見切れていくんだよね、どっち撮りたいかが安定してないからさ、そのどっちも撮れてないんだよ。もう切るなら切っていただきたかったし、切らないなら切らないで僕を抑えててほしかったんだけど、でもリアリティあんじゃない。じゃあ今回のだからマッチャンネルの突撃はどちらかというと、このゴリュータレント松井を見るんじゃなくて、こう初の春こまめ初の撮った映像を楽しんでいただきたいっていう。待って彼を待ってからの打点勝負でいくわ。あ、いいかな。で怪我して帰ってくる。はい。最初のファーストのところの出会いの位置だけ決めちゃうんで、はい、今ちょっとこれ練習でやったんですけど、その足で合うと思うんで。あ、そうなの？ちょっとここだとなんか、これ何なのじゃん。いや、熱いやつ結構目立って、ちょっとなんかいろいろごちゃごちゃになると面倒くさいんで、ちょっとこっちで練習したって感じなんです。全然そうか、向こうになんだ。そうですね。ははははで。最初の立ち位置で決めちゃえば結構どうにでもなりそうなんで。意外。俺だけじゃないからね。みんなもなんか、え、あっちで撮るんですかみたいな、なってたからね、あれ。監督恵まれてるようだから。ビッグボーイ番長とか、まあ、ビッグボーイ番長シリーズなんだけど、この、ね、役者たちはすごいね、適応能力というか、なんか、わあ、いや、うわーって、行き当たりばったりでここまでやっちゃうんだから。いやね、野鳥の会、あそこで陣取ってるのにもかかわらずね、撮影しようってんだよ、怖いね。まあこれぐらいの元気がないと、自主制作映画は撮れないということかな。これがまあ、クレマツか、クレマツジョーさんの撮影風景です。人それぞれ様々な撮影現場がございます。思って今もう10年前ぐらいですかの思いに、おこまです。おこまです。え、カメラの前でも、あ、これね、俺も分かんない、この子不思議ちゃんだったんですよね。あの本編にも出てこないでしょ。でもなんか動きとしては制作っぽいんだけど、踊ってんだね。そうそう、でね、終始、そうそう、終始踊ってんの。だからなんか一番、いや、ある意味一番興味あったよ。だけどなんか怖くてっていうね、その謎の少女を踏まえた感じでいよいよ本番になるわけですけれども、さあここから春こまめがね、いかに僕の勇姿を捉えているかっていうね、もう口酸っぱく言ったから、俺を撮れって、俺を撮れって、撮影風景どうでもいいんだって、俺を撮れってね、散々言うさ。いや、ビールがあるじゃないか。ああ、またまばたきした。このカメラよく、まばたきいいな。でもこれびっくりしたな、監督のノリノリ感は。あー、ちょっと気持ち悪いよ、この映像。ちょっと見えないよ。もう一回行くんですか。あ、終わったのこれ。何してたんだ、あれ、こまめ。チェック次第。チェック。いいテイクだったはず。じゃ、俺、ね、そうだよね。またまばたきしちゃって。まばたきした後に俺笑っちゃう、ただよくわかんないじゃん。こいつなんでいきなり疲れたよ。みんなあれびっくりしないでよ、カットかかってんじゃねえんだから、リアルカットなんだから。
あの手ぶれみたいなところがリアルカットで次何が始まるのかなって見たらもうあれなんだ。びっくりだよね。ごめん。本当に？ここみんなもうちょっと出せる。分かってないんだ。あともうちょっと足を早く吹き飛ばせる。何の話してるか。あれだとみんな分かってみるだろ。何出せる？下がり際で出してるから。あ、なるほどなるほど。打点のトップで出したいんだね。映像証拠映像も何もないじゃないか。止まったよ。なんだこれ。俺取れてるかと思ってさ、つなぎのその続いてるかと思って言ってんのにさ、あいつは見てるよ。多分目で何を出したかも分かってるけど、見てる人が何を出したか何も分かってないよ。いらねえ愛をくれ、俺はミスター酔っ払い、ワークのやつだ、ワークをもっとマイク混ぜろ、おっぱいパー。ここの全力はすごいよね。これ普通の人飛んでんよ。おー出ました。殴られてねえな。本編も怖い。これね、ちょっと演者のみんなに惹かれたんだよね。これ全部アドリブですから。なんで僕まだ演技続けてるんじゃん。これ嘘でしょ。これ違う待って、これ嘘でしょ。いやいや、次いけないよこれ。これあの後、俺まだ一言あったんだよ。何、ドロップキックを抑えてくれてたのに最後の一言は抑えないか。なんか、あれこの前、次から本当に取れてない時は取れてないと。で、別にいいんだよ俺のさ、ことなんて気にしなくて。いや、逆に言うと相手を気にしてほしいね。なんか次とか、ちゃんとその見てあげて。俺が見てあげて現場に来て見てあげて。おかしいから。本当にそのうち俺がこう思ってるかもしれない。さ、皆さん見てください。今がですね、撮影風景でつこう自分で回してさ、いやーこれ素晴らしいですねつやさ、本当に怒るよ俺。うん、じゃあ見てあげて。いや意外と味かもしれないし、春子豆視点っていうことで、あの瞬きもありかもしれない。どうですか、クレマス城監督は。まあ完全にいかれてます。気が狂ってるとしか思えない。いや本当ですよね。自分でおっぱいを率先したもんでいくって。そうですね。まあそうですね。話聞いても何言ってるか分かんないですから、ね。ああなるほど。もう手には分からない。もうずっと気になったのは後ろの映り込みだったんですよ。まあそう、いろんなものがやっぱ映り込みます、ね。最終的にはなんかもう演者たちが後ろでずらーって待機してて、カメラパンしたらこれどうなってんだみたいな。まあ映ってます。映ってますよね。一、はい、回だって後ろ向いちゃいました。これ大丈夫なんですかって。この人たち大丈夫なんですか。みんなこっち見てるみたいな。彼の場合は。大体 OK なんですよ。え、編集は？編集は僕ではないです。なるほど。はい、また別の人は、ね。ああ、なるほど。結構ないろんな僕が知らない人たちがまだまだたくさん。そうなんですよ。無駄に人数がかかってる。ズバリどうですか、河野森監督は。いや、監督やってる時と役者の、なんか割り切りがちゃんとできてるっていうか。あ、でも その時の集中力はすごいです。ああ、なるほどね。監督に入った時に。で、監督としても、なんだろう、さっきのシーンもそうなんですけど、もう全くどうなるか分かんないんですけど、最終的にまとまるというか、面白い感じにはなってるので、その辺すごいなと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯しましたね。ありがとうございます。本当に。あ、でちょっと聞きたかったんですけど、ビッグボーイ番長というか、ビッグボーイシリーズにこだわる理由っていうのは。やっぱりヒーローものが好きなんでしょうね、僕の中で。なんかヒーローっていうものに憧れるというか、やっぱりそのビッグボーイ番長を初めて撮った時は、本当に映像を初めて作った時だったんで、すごい楽しかったんですよね。なんかあの楽しさがまだ抜けきれなくて、なんかこうビッグボーイ番長からずっと離れられない自分がいたんですけど、ちょっとこれを機にちょっとビッグボーイ番長から離れて、もっとなんか違ったテイストの映画を作りたいなっていうの
のがあって、でまあ、今回のまあビッグボーイ番長は一通りシリーズとしては完結って、はい、完結なんだ。一応まあそうですね、これが最後っていう感じでやろうかなと思ってますね。さらばビッグボーイ番長。そうですね。ああ。そういう感じにはなってますね。え、これちなみに撮影期間っていうのは4日ですね。4日、はい、え、ってことはあと1回しかない。そうですね。え、何分もなの？80分。え、最初の1日目と2日目っていうのがめちゃくちゃ撮ったと。まあまあ撮りましたね。でもまあちょっとだいぶスケジュール狂ってるんで、まあ今日でどんどん前でいこうかなって。ああ、そっかそっか、この後にもいっぱいあるんだね。そうなんですよ。なんだ、俺もう11時今日終わりなのかと思って。そうなんです。ちょっとね、僕もね、このそんなに甘お酒飲めない状態なんですけど、ね、やばいじゃん。そうですね、まあでもこれあの撮影なんで、ね、結構ブレコって感じで光が丘を母体としてるんでしょ、ビッグボーイ番長。あの基本はそうなんですけどね、最近はでもいろいろね、地方に行ったりとかね、この前もあの土浦の霞ヶ浦でね、ちょっとあの水上バトルのシーンを撮ったりとかね。マジやりましたね。いや見たい。あのなかなかやっぱね、自然どうやって撮ったんですか。いや、あの船小型ボートをね使ってやったんですけどね、難しいんですよね。あの小型ボートってあのそのカメラマンさんの小型ボートと音声さんの小型ボートそれぞれ用意して、で役者が乗る小型ボートも用意してるんですけど、こう3台で船であの水あの行くじゃないですか。そうすると、湖 の, その波があるから、どんどん流されていくんですよ、ボートが。カメラマンのボートと音声のボートがどんどん離れて、役者も離れて、もう立ち位置もクソもないって感じで、その辺はこの映画の一番の見どころかもしれないですね。そうね、水中バトルって水中なの？あ、水中じゃ、水上ですね。あ、水上バトル。そのところで戦ってるの、はい、そのボートみたいなの。そうですね。やばい。で最後はやっぱバシャーンっていっちゃうみたいな。そうですね、最後もう。え、じゃあもうおっぱい星人は乗ったんだ。おっぱい星人はね、第二形態までありますね。あ、それは第第一形態が、まあ、今からのシーンだね。僕らが撮った後になる形態が第一形態で、最終的にもうでっかいおっぱいになって水上を走りますね。それは何、模型かなんかですか。あ、そう、作りました。見たい。監督にとってじゃあ自主制作とは、やっぱりなんかね、こう 楽しんでやっぱなんぼだと思うんですよね、自主制作っていうのは。やっぱり仕事でこう映画を撮るとまた違ってくると思うんですけど、でも僕がやってることっていうのはすごい楽しいし、やっぱ楽しいからこそこう自分でもなんかお金出せるし、なんか命かけられるし、なんかそういうことはなんかこれからもやっていけるようにこう社会で生きていけたらなっていうのが、やっぱ自主制作っていうのは僕の中の原動力ですね、そういう社会で生き抜くための。はい、ビッグボーイマンがですね、初公開が、今年の、11月3日から5日まであの開催中のそのエコダユニバースっていうイベントの中の期間で、あの僕の自主イベントが開催されますね、11月3日から5日ですね。その中で、ギャラリーフルトというその西武池袋線のエコダ駅が最寄り駅でございますね。そこで上映されるんでね、もしねお時間あればね、僕のホームページね、ハッポルシテヌールっていう団体でやってるんで、検索して覗いてもらえれば詳細も載ってるんで、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ということで、ここ光が丘、初めての光が丘駅か光が丘公園かから、お送りいたしました、ビッグボーイマン撮影3日目の風景でした。それでは皆さん、まっチャンネル。オッケー。ありがとうございます。これ見てね、見に行ってやろうかなと思う人がいたら、ぜひ、見に来て、もし会場であったら、ああ、まっチャンネル見てますと言っていただけると、僕は喜びます。カンバッチ。まっチャンネル見てますって言ったらあげるみたいなしたら。あ、そうなの？え、これすればみたいなことってこと、自腹切って作ればってこと？今日さ、ピー珍しくいるから、うん、ちょっと聞いてみて。ああ、じゃあ、いいですか、缶バッジ作って、なんか見てたであげるっていう。OK っていう。OK？ ああ、OK！ OK だって、缶バッジ。どんな缶バッジ？これ、これ？それにする？いや、ちょっと余計はないみたいな。あ、なんだ、作んだみたいな。なんかちょっとなんか、反応、元上さん反応と違えよ、ピーみたいな、そういうなんかやめてくんない？せっかく今、ああ、なんで作ってくれんだみたいな。だから別に作る気ないんだったらいいよ。作る気ないんだったら無理して作ってもらわなくても大丈夫。え？だ次は行くね。次はね。2ヶ月後ぐらいでしょ。11月。うん。その日程を上げといてよ。多分大丈夫。うん。でもな、子供っていう最強の理由持ってるからね。子供具合悪くさせちゃえばいいもんね。ということで、すごい長らく喋りましたよね。これがどんだけ使われるかわかんないですけれども。
皆さん、それでは次お会いする突撃は、きっとビッグボーイ番長5でいいのかな、そこら辺の詳細俺聞いてなかったな、まあ、ビッグボーイ番長5の、試写会での突撃になると思います。それでは皆さんその時にいただきます、せーの、まっちゃん、どう下がるんだね